5番レストラーデ。日本ハム先発はまだ西武から勝ち星のない柴田。ここまで際どく決まっていたスライダーが甘く入ります。昨日に続くレストラーデの18号ツーランで西武はあっさり逆転しました。しかし日本ハム打線も意地を見せます。5回田村から西武先発角のスライダーを捉えます。センター秋山がややもたつく間に一気に三塁へ。続く9番の田中、記録はツーベースヒット。日本ハム2対2の同点に追いつきます。この後田中はバントで三塁に進み、2番の大内、ツーボールからの3球目。近藤監督自身好きではないというスクイズで日本ハム3対2、ようやく逆転しました。2回エストラーデ、大栄先発は元原。ワンストライクから真ん中に入る緩いカーブ、自分のポイントまで待つことができたというエストラーデ。19のソロホームラン、西武1点を先取します。西武は続く3回ツーアウト2塁で3番清原。打球は左中間へ。センター大野がフェンスに登りファインプレー、ピンチを救います。その大野、4回の先頭の打席、名手辻のエラーで出塁します。3番石川の時にすかさず盗塁。西武先発渡辺久信、これでリズムを崩します。この後ワンアウト満塁としてバッターはピンチヒッター山本。ベンチの期待に応えタイムリーヒット、1対1の同点。さらにリュガンタに詰まりながらもレフト前、ランナー2人が帰り大栄3対1と逆転に成功しました。西武が1点を返し3対2、追加点の欲しい大栄6回5番ラナ、真ん中のフォークボール、ラナの17号ソロホームランで大栄4対2と突き放します。去年から西武戦で4勝負けなしの元原、内外角に変化球を散らし西武打線を7安打に抑え完投。7対3で大栄が勝って連敗を6として4番の秋山、いい当たりでしたがレフトライナー隙もありません。西武どうしても追加点が取れません。2対1大栄リードで迎えた7回、ワンアウト2塁3塁で前の打席タイムリーヒットの山本。西武は3人目の塩崎です。マンスリーからの塩崎得意のシンカーでした。今シーズン最高のバッティングという山本のダメ押しの2号スリー。大栄が5対2で勝って連勝、西武は3連敗です。その工藤、3回ワンアウト2塁で佐々木をバッターボックスに迎えます。初球を狙われます。タイムリーツーベースで大栄が1点を先取、西武ベンチに嫌なムードが漂います。しかし工藤は続く大野、岸川を連続三振に取り踏ん張ります。この工藤を打線が援護します。4回ノーアウト1塁で秋山、大栄は今シーズン初先発の井上、絶対に負けられない気合の一発という秋山の23号ツーラン、西武2対1と逆転。西武は続く5回3対2とリードしてワンアウト満塁で4番清原、大栄2人目木村、ワンボール後のストレートを右中間へ、ランナー3人が入り6対2、 AK4 の活躍で西武がリードを広げます。このあと両チーム点の取り合いとなり、先発工藤は4点を取られマウンドを降りましたが、西武は7回清原、13号ホームランを放つなど打者一巡の猛攻を見せ4点を取り12対6と大きくリードしました。近鉄の先発は西武戦初先発の飯城。この1ヶ月だけで4勝0敗と近鉄快進撃の立役者ですが、今日は2回吉武のこのヒットなどで満塁のピンチを招き、田辺に押し出しのフォアボール、さらに続く辻には今度は押し出しのデッドボール。一人相撲で2点を献上してしまい、扇監督早々と入り口を諦め山崎についています。
一方西武先発の渡辺富雄も前回の登板で中指の豆を潰し、それが完全でないということもあってかフォアボールを連発。2点のリードをもらった直後の3回にはそのフォアボールのランナー大石をトレーバーの犠牲フライで返され、まず1点差。さらに中根にタイムリーを浴び、あっという間に2対2も同点にされてしまいます。結局渡辺も続く4回でマウンドを降りました。両チームともこの後2番手ピッチャーが踏ん張り同点のまま進みますが、近鉄はなんと6回から野茂が登場。まずこの6回は無難に0点で切り抜けます。エース野茂を抑えに回した近鉄に対し、こちら西武は塩崎が不調でストッパーが不在。渡辺の後力投を続けた横田が7回ついに力つきます。近鉄は中根のヒットでチャンスをつかみ、今日からスタメン復帰の石井が見事ライト線を破り2打が生還。近鉄4対2と均衡を破りました。さらにこの後水口にもタイムリーが出て、近鉄はこの回一気に3点を奪い勝負を決めました。この後ストッパーのもが西武打線を難なく抑え、地位攻防の第1戦は近鉄が快勝、同率首位に並びました。清原がおとなしでは昨日の負けも仕方がない西武。一方近鉄の小木監督、昨日はリリーフに野茂を投入して勝った余裕が感じられます。今日も試合は波に乗る近鉄ペースで進みます。3回先頭の8番古久保、西武先発の角から打った瞬間入ったと思ったという会心の3号ホームランでまず先制。さらに1対1の同点に追いつかれた7回、4番のトレーバー、角の真ん中低めのストレートを豪快にすくい上げました。トレーバーの21号ホームランで近鉄再び2対1と勝ち越します。投げては今シーズン9勝負けなしと絶好調の小野が西武を1点に抑えてきましたが、7回清原のこのヒットでワンアウト満塁のピンチです。続くデストラーデ三振で2アウトとなって6番の石毛、ワンスリーと小野苦しいカウントから打球は小野の左足を直撃、ファーストのトレーバー気迫あふれるプレーで間一髪アウト。しかし小野は左足のすねを痛めてマウンドを降りました。1点リードのまま近鉄の小木監督は9回から昨日に続いて野茂をリリーフに送ります。今日は無心で投げたという野茂、18球すべてストレート勝負でプロ入り初セーブをマーク。これで一時西武に 9.5 ゲーム差をつけられていた近鉄が今シーズン初めて単独トップに躍り出ました。